今日何する？ちゃんと作ってるか確認しようや。ちゅうことで、安行の家にやってきましたんで、あいつがね、まあ僕たちが誓いを立てて2週間ですわ、ちょうど今日が。どれぐらいね、ちゃんと作り込んでるの？汚いですね。これは、期待できるんじゃないでしょうか。ラジオ疲れ、さっき。あ、お疲れ。お前やめろよ、お前。人が。めちゃくちゃ頑張って珍しく一人で喋って、お前このパソコンも映さず入っていたのに。いや、その割にはお前ちょっと気抜きすぎやろ。こんなもんさすがに舐めすぎ。全部持っていけよ。じゃあそこまでして乗らしてくれよ。そうやな、がっつり来んなよ。疲れてるからも。うん、そうや。11時で。そうや、昼から撮影して。そうやで。何してんねん。おー、ということで、今日は何の日でしょうか。進捗報告会でしょ。はい、一応まあ証しとしてはこの iPhone 全部詰まってますけど。おや、珍しい。あの、このキーボードが活躍すると思ってたけど。いやいやいや、もう全然、まあまあそこまでいけなかったって言えばいけなかったかもしれないです。ていうか最近もうあれない、こっち座ってへんの。いや、座ってる時もあるよ。それ。あ、そうなの。うん、椅子捨てた。椅子はもう邪魔やったからね。いらんなと思って。いや、だいぶアーティスト前とした部屋やから俺は期待してるよ。いや、でもそんななんかめっちゃ売ってたって感じです。僕は歌詞を書こうかなと思って。おい、何？ちょっとよく見えへんかった。そう、なんかこういいフレーズかなみたいなのをこう映って作業してます。ああ、なるほどね。はい。どういう感じなの、曲作るって順番的に。いや、わかんないんだよ。だからわかんないの。でもそれをびっくりした。これでか。気持ちこもってたやろ。おう、もうお前の2週間が今詰まってたわ。いや、わかんないんですよね。やっぱそのえぐいっすよね、これ。へー、見せたくないもん、ほんま。まあ見せなあかんかでしたけど、別に。いやいや、まあまあまあ別にな、舞台はいいけど、どんな感じなんですかっていう話やからさ。いや、でもなんか弾いてなんかメロディーカー作るとかさ、うん、よく言ったりするけど、なんかそれでうまいこといかんかったから、先にこう言葉を並べてみたいな方式の方が合うんかなと思って、もしかして。ああ、そうなんや。で、それでなんかこの文字を書いてアウトプットするっていう作業にまず慣れないといけないなと思って、ちょこちょこブログ書いたりしてて、うん、6月も1本書いたんやけど。ああ、そうなんや。なんかそういうことは知ってて、だんだんその文章としては好きな感じが書けるようになってきたけど、じゃあこれを歌詞となった時にみたいなんで、こういう風に落とし込んでた感じかね。もう結構ちゃんとやってるよ。いや、もうこれ通知はもしかしたらっていうことだから。チャットモンチーとかは歌詞から曲を作るとかいう人もいるから。あ、そうなんや。そうそうそう。へえー。で、歌いたいことなんか別にない。まあ僕は歌う予定なんですけど、うん、歌いたいことなんか別になくて、正直。はい、歌いたいことなんてないない、ほんまに。これよくみんな言うかもしれないですけど、はいはい。祝日に君と出かけたいって書いてるもん、俺。これいつ書いたか忘れてる。なんで祝日なんかわからへんけど。え、そういう書き散らしみたいなことから始めんねや。で、今とりあえず初めて見てる。ほんでそれを歌詞にまとめていくってこと、最終的に。だからそのもう文章としてなんか綺麗な言葉をずっとこうはめていくみたいなのがいいかなと思って、最初は。で、それに音はめしていくってこと。そうそうそう。へえ。こうやってみようかなと思って、今とりあえず文章がめっちゃ結構スクロールできますよ、モンチー方式で。ほら、ちょっとじゃあお気に入りのフレーズだけ発表しよう。この2週間で一番これは多分使うな。意味のないことだけしようよ、どうせ誰も見てないし。意味のあることだけしようよ、誰か見てるかもしれないし。ありそう、ありそう。安い気分かった。ありそう。ありそうってなんやねん。ありそうってやめろよ。ラットとかでよく聞く手法やね。ああ、まあそうね。どっちかって、俺はクリープハイプっぽかったんやけど。ああ、いや、俺その手法好きなんや。うん、一個の側面だけ言われたらいやいやって思うけど、
まあ、そうやなってなるし、あと聞く日によってそれ刺さる部分変わるから、ね、僕はその手法が好きなんですけど、まあ、あと結構風景描写がありますね。もうくれよ。なんか夕立ちが止んでは早く行かなくちゃって書いてます。あのもう常人には正直言っていいですか、どんな音をつくんか全然わかんないっす。いやまあそれはそうよ。夏が崩れる前にこの街を出よう、多分もうここにはいられないからって書いてます。くるな謎ですね。多分これはあの夏が崩れるっていうことをちょっといいなと思ったでしょ。こっから曲できんねや。いやわからんで、これちょっとやってみてるから。まあ予定ではあと2週間で、まあワンコーラス作ろうか。うん。なんか PV が作る取り手が動き出せるような、はい、ここまではいくと。ワンコーラスってなんなん？だから1分半ぐらいサビ終わり、1番終わりみたいな。あ、結構作るね。いや頑張ろうと思って。へー、まあ弾き語りとかになるかもしれない。ここからそこまでいくわけや。すごいね。頑張ろうかなって。あ、これでも好きやな、確かに。意味のないことだけじゃん、どうせ誰みたいな。はあ。これやばいな、マジで。これ、チブすぎるわ、マジで。これやばくない？脚本ってすごいな、そう考えたら。いや、でもまあ、そんな感じではないからな。ああ。あ、でも同じような感じで始めるけど。そうやんな。まあ、じゃあ、とりあえず書きチラシを、この2週間作ってるよっていう状態。君の好きだったものが今も自分の中で生き続けている。おぉ、いいですね。好きですね、これ。まあ、こいつこういうとこあるな。確かに。街灯とマンションの光、均等でなぜか疎ましいよ。孤独を二人で味わおう。孤独を二人で分けよう。は、チブやわ、これほんまに。とか言ってる割に聞いてもないのにどんどん言ってくるでしょ。違うやん、それ動画やから。それチブやわとか言ってさ、恥ずかしがったらまたすかしてるとか言われるじゃないですか。めちゃめちゃ考えてるやん。ならんの横が。yeah. この人真面目やからね。俺マジ真面目やで。すいません。ケタチやで。俳優。僕の進捗報告やろ。うん。脚本を、まあ、しゅくかちゃんのドラマで撮る前提のドラマを撮りますって言ってたんで、ほう、まあ、ドラマで言うととりあえず脚本を書くところから始まるじゃないですか。はいはいはい。で、一回通して書かないと、そもそも、まあ、ロケ地なりキャスティングなり動けないので、まあ、とりあえず、俺の今月の目標は、うん、とりあえず書き切ると、うん。で、言葉の細かい調整はまあ続けていくかもねっていう感じなんですけど、とりあえずもう今3本同時に走らせておりますと。すごい。ということで、テーマが3つありますね。3つというか、セフレ、ほう、アゲイン、はいはい、そしてリベンジ、はい、そして超える、はい、セフレ、これもう2部作です。はい。やっとずっとやってなかった2部作をやろうと。うん、連作ですね。で、もう一つは、男の心の声をひたすら洪水のように浴びせてやろうと。はいはいはい。まあその3本書いてきたよと。うん、内容は見せてもらえますか？内容、だから難しいな。どういうことですか？いや、テーマは決まった。はいはいはい。だから基本何から書くかってテーマ書くんですけど、そうやな、これ言いたいな、うん、なんか一個コア置いてから僕は基本書く気がするじゃないですか、うん、でそっからまあ同じ感じで書き散らしぐわーって書いていくんですよ。でセフレとかやったら男が言いそうなこと、女が言いそうなことをずわーって書いていって、そっから話し込み立てていったりとかするんですけど、まんま出ちゃうからな、ドラマにな、それがな。その今言ったセリフが多分さ、ああもうネタバレになっちゃうってこと？そうそうそう。ああ、まあみたいな感じでこう書いていって、どこまで進んでるかというと、うん、男のやつはコアが決まっていて、はい、書きたいのは、はい、男というもののくだらなさ、可愛さ、うん、儚さに残酷性、うん、笑える男の脳内の葛藤に少しの残酷性で毒を仕込むって書いてますね。はい。深夜に書いてる文章って感じですね。クソ真面目やな。あ、クソ真面目でしたが、まあまあまあ、だからそういう感じ。いやでもマジ総太郎って理系よなって思うわ、そういう時。あ、そ
そう、なんかこうちゃんと式に当てはめて作っていくよね。うん、てかじゃないと書けない、うん、その道しるべがないと。めっちゃ理系よな、そういうパズルみたいに一回枠作んないと書けない。うん、この男のやつのテーマはどこを切り取っても面白い、全部見れば癖になる、そんな思考という情報量の洪水を浴びせ続けるということで、書き始めておりますと。いいよ。でこれはもう構成決まってるから、うん、構成まで決まりましたと。で構成はざっくりその1章2章3章4章5章とかっていう感じで、うん、パートごとにじゃあそれぞれまあじゃあどのシーンから始めようってこう流れを組んでいく。でそこから今は状況としては脚本の進みで言うとまあ 1.5 割ですね。おおでもすごいね、うん、2週間前ゼロでしょだって。はい、すごいやん。まあ心の声を今埋めていってて、ちょっと書きたいことは決まったなっていう、うんうん、ただこれは俺相当自分がやりたいことなんで、うん、書いててテンション上がりますね。普通にめっちゃおもろい。いいよ。俺が普段思ってることみたいな感じなんで、これはすごい楽しい。でセフレ、これはこんなことをとうとうと言ってる動画やな、これ。そうで、そう、はい、あのセフレは2部作でもうちょっと書きたくなかったんですけど、うん、書きたくないじゃない正直。もうええかな。その中でじゃあ俺が言いたいことなんだろう、うん、まあ逆にねセフレってくだらなくねっていうのを提示したわけじゃないですか。はい、2年前かな、うん、逆にセフレくだらなくねって言ってるお前らくだらなくねを書こうと思っていて、うん、なんか最近思うんです、うん、不倫とか、うん、なんかいやわかるんだが人からしたらくだらないことなんだが彼らにとっては本当に必要なものをだったのかもしれないじゃないかと思うわけです。はい。っていうのを書きたいなというのが、1本目。なるほど。こちら、今朝、爆進みしまして、ほぼできました。すごいね。これはほんで俺めっちゃおもろいと思う。これは来ている。いいね。ちょっと読んでみてほしい。OKOK。この後。OKOK。でまあ、もう一個はもう構想だけって感じだな、うんうん、構成だけ決まってて、まあ、その男をなんでお互いに割り切って始めた関係なのに女がいつも俺私卒業するわって言って卒業してなんか悲劇のヒロインみたいになって男はなんかクズをみたいにされちゃうんだろうみたいな話を書きたいっていう感じですね。いいよ。まあ、ちょっとで、まあ、真面目な僕は3本、うん、まあ、同時でやっていっているという感じですけど、ちょっと一旦途中なんですけど、ちょっと読んでみてもらいましょう。これが一番緊張すんね。これが一番あの恥ずかしくて怖い時間ですよね。いつもだいたい脚本書いたら安行きとあとまあ宿老に見てもらってどう思うって聞いて、まあ、感想をもらうんですけど、シェフレのセフレは泊まると言ったけどとか書いたときは普通に大学の友達に読んでもらって、いやお前これただの日記やんけって言われて直したとかね、ありましたね。だからちょいちょいその全部俺が書いてるけどももらったやつがそのまま入ってることもあって、多分全部そういうパートがあるんじゃないかな。セフレの1本目やったら俺はもう頭撫でるとかも考えられへんから、うん、でもそれでやった方がきつくないかみたいな話で、まあそうかと思って、あ、なんか言ったかもそれ。そうそうそう、言った気がするな。入れてたりとか、一番新しいまだ私あなたの特別になれますかっていうやつがあるんですけど、それとかは冒頭からずっとその男がコーヒーをおごってるみたいな描写があって、でそれこそ安行きが出てたシーンなんやけど、ほう、それでなんかカフェラテ買ってきて渡せないみたいな、いや両方とも私のみたいなシーンあったら渋くねみたいな、これ大学の友達に言われたのかな、なんかそれ言われて、確かにけどその俺がいつも買っていってるけど向こうから買ってくるパッシーン入れたら渋いかっていうかきついかみたいな感じになって、まあそっから膨らましてあのシーンになってるみたいな。だから結構人に見てもらって直すってことがありますね。いや、読んだよ。あ、読んだ。
面白く、面白くない？いや、面白いと思う。普通に面白いなと思う。え、ごめんごめんごめん。ちょっともう一回読み直して。ほんまに、この時間はマジで。もう嫌やんな。嫌ですね。ドラマ作り出すとこういうの、やっぱり。編集した後、まあ編集した後は素材決まってるからあれ、うん、脚本とか、まあそれこそ安井が作った曲聴くときとか、多分逆にやると思う。そうやな。これで15分とかかなと思っちゃう。いや、10分にしよう。10分か。そっか、10分か。いや、まあ、ね、パッて読んだだけやからあれやけど、まだ入ってんのかね。なんかもうちょっとこう、お互いが依存してる感があってもいいのかなと思ったけどね。依存、そのこういう必要性、あ、そうそうそう、まあそう、多分ナレーションで会話なくてナレーションだけでガーッと突っ走るシーンの言葉をどんだけ、うん、そうだ、そこを詰め切れるかみたいな感じ、うんうん、だ5の1とかがね、なんかどんな顔して言うのかとかに、そういうのにも入れてくると、ありがとうございます、すごい、すごい、とりあえず。おかしいですね。え、何を？もっとちょっとこう、お前これは超えてきたなっていうところでちょっと練り上げようと思います。いや、それはなんか脚本時点ではなかなか難くないか。あ、そう。多分。俺は結構今回はこの構成の時点で勝ったなと思ったんだけどな。いや、ごめん、俺はそっち想像力が落ちてないかもしれない。不安になりますが。いや、大丈夫だと思います。大丈夫です。それは。俺、4部もあんまり脚本みたいにピンとこんかったから。あ、ほんま。脚本時点ではね。撮ってる時か、ほんなら。あ、そう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 。なんかもっと、てかなんで大阪これ振るんやろうとか、なんかそっちばっかり考えても。まあでも、確かに。まあだからもうそういう視点で結構もう楽しんでたかもしれない。なんか視聴者目線で踏んだよみたいな。撮ったら逆にそうなるんや。あ、そう、面白かった、面白かった。面白かったっていうか、だからその、聞いてくるよね。なんか文だけやと伝わってこへん情報が、あ、こういう顔して言ったらそれはそうやなとか。なるほど、なるほど。すみません。いや、でも面白くないとかじゃないです。それは。でもなんかセフレ出す、セフレ疲れはしてるから絶対そういう普通の人。そうです、違う。いや、全然っていうか、まあそれはもう総太郎、そこは脚本に別にあんまめっちゃ迷ったりしたらそれ言うかもしれないけど、基本的にもうこんだけ安いこと当ててきてるし、肉付けとかはね あるかもしれないけど、これは面白いと思います。うん、ならんの横が、いや、じゃあまた2週間、いや、ほんまに。だからまあ、こんなもんよね。進み具合は。そうだね。いや、だから、2週間を広げるって感じ。で、なんでさ、歌詞って、どんな歌詞が好きなの、うん、俺も分かりやすいの好きやで。まあ、そうやんな。うん。月好きの、あれやろ、People One とかどうだろう。あ、そうそうそう。やっぱ歌詞ってむずいよな。歌詞が一番いいんちゃうじゃん。なんか昔お前が言ったかもしれんけど、なんか、あ、お前結構歌詞で曲聴くんやなって言われて、ほんまにそうやなと思って。うんうん。だから。それってこうやって見るってこと？いや、聴く。ああ、まあそれ。なんかその言葉が欲しいとき、うん。だから俺それで決めてる、結構聴く曲。親父の愛みたいなものを感じてえなとかっていうときは、そういう曲を聴くし。例えばどういう曲を聴くの？そういうとき。親父のメールっていう結明詞の。ああ、なるほどね。アンマーみたいな感じか。あ、そうそう。ああ。もう親父の愛をっていうか、なんかその、くそ疲れたみたいな時に聞くとめっちゃ締めるというか、今の自分と、そっちのお前はどうだみたいな。なるほど。めっちゃわかりやすいね、私。そうそうそう。だから結構、なんか自分のその時に欲しい詩を、いい曲、音楽とともに頭に入れて、なんか心がこう、救われたり動いたりする。感覚で聴くから俺は。ああ、確かに。だから分かりやすい曲が好きで、歌い出しとか結構
構そういう感じ、うん、そのイメージで聞きたいから無理して笑うことに疲れた回っていう歌い出しやったらもうそういうので聞くよね、なるほどね、感じで俺は曲選ぶ、もう洋楽とかもテンション、うん、だからサンデーモーニングとか聞くときはもう今日なんかめっちゃ晴れてんなと思ったらとりあえずかけてコーヒー飲んでしょ、で多分聞き方が多分お前とはほんまに相当違うと思う、うん、そうやんな、いやなんかそこがな、なんかめっちゃそうやな、その時に欲しい気分を増幅させるものって感覚、うんうん、まあ、でそれは分かんねえけどな、まあまあね、もうこれはだからもうこういうそれはね、もう甘えとかじゃん、もうそれ初めてなんでもうボロクソなりなんか作りますよそれ、まあ、とりあえず出したら分かる。そう、しゃあないしゃあない。もうこれ出さない分からん。もうずっとこんなん、ずっとこんなんやっててもしゃあないからっていうところであれ取ったら。分からん。まあ、とりあえず自分から出てきたものをぶつけるしかないまして。まあ、ほんで、もしかしたらもう曲から作ってるかもしれないしな。結局。そうそうそう。ワンフレーズできたらそっから。いや、不思議な世界です。僕からしたらすごい不思議な世界です、ほんと。まあ、なんかキラーフレーズはやっぱ一歩入れたいな。ここは好きやな、みたいな。うん、いや不思議ですね、俺絶対無理やわ曲作るのとか、歌詞とかでも好き、書くの好きなんでしょ、いや無理やと C しか書かない、いやーそれまたそれがちゃうもんな、そうちょっと違うんよな、いやなんかこれマジでさ、そのめっちゃ思うよ、そのなんかさっきも言ったけど、そのなんか日記というか自分のその散文でゲット感をめっちゃ得れるなって最近思って、うん、でそれがなんか同じ感覚は多分歌詞でもつかめるはずなんやけど、うん、すごいこう見えてこないですね、まあ、ゲット感だよ、なんていうかこれええなみたいな、今みたいな感じ、はい、とりあえずまあ自分の中でやっぱこう納得できてるね、うん、これやっぱ掴めるはずやと思うけど、いつもあの曲 BGM 作ってるけどどんなBGM はやっぱいやどんな感じってすごい難しいな、表現が、なんかどっから作ってる感じなの？一個ギター弾いてて、このフレーズいいやんと思ったやつから膨らます。あ、でもコードやね。それで言うと。うん。何が違うの？フレーズとコード。え、何やろう？例えば。ちょっと待って。ならんの？横が。まあ、あ、このコードいいなみたいな。で、なんか。そんなちっちゃいとこからいくんや。こう来たらまあ次こう行ってみたいな、なんかでもライフとかをもうそんな感じで遊んでたよ、コードって決まってる音だけじゃないんや、だからこれをとか行くかとかでいらんなと思って、とりあえずループさせようと思ってループさせて、それでなんかピアノ弾いてみたい、あとは別にね、あれで普通にコードをし、既存のコードをなんていうんですか、だからドミソやったら、例えばドミソから始まる曲があったらそれを一個上に上げて C から D にするんだけど、メジャーいいメジャーですね、けどそれで同じ展開でコードは別にパクってお茶作品関係ないから、それコード一緒の曲がいっぱいあるから、そこから弾いてるとか、いろんな作り方してる人がいるから余計みたいな、なんかその人決めますって人も思ったりするよ、あ俺なこういう人に届けたいから、うん、その人を持って書き始めたらとか、いやでもほんまに結構それ本気で考えてんけど、だからあんまないんよな、マジでこの人にこれを言いたいとか、そうだからこういう曲を届けたいとかてか、そこまでだから達してないかもしれんけど、だから服とか別に正直あんまなくて、俺そのこういう人に来てほしいと、うん、なんか自分が好きなもんどうですか、でそれをまあいいと思ってるから、それをどうやって広げるか、なんか今年か結構てか、まあそれがなんか100やな、ほんまにって思ってて、であんまないんよな、これで聴いて元気出してほしいって、まあ嬉しいけどみたいな、なんかまあ難しいな、なんかまあまあそんな感じだね。まあでも別に
そっちから行った方が良さそうやな、お前、自分、自分発信、自分が好きだ、こういう言葉聞きたいなとか、こういうこと、そうやね、気持ちいいな、そうやね、からやな、そっちが一番いいやろなと思って、まあバーって打ってるって感じじゃないけど、まあやっぱ暗いな、暗くて嫌になってきた、暗い方がいいじゃん。これでもめっちゃ聞くで暗い曲。あとなんかやっぱ好きやなって思う歌詞は結局なんかその病気風車が結構好き。情景描写。あ、情景描写。病気風車。誰か死んなかった。病気風車ってね。やばいよ、ほんまそれ。珍しいですね。すいません。そう、なんかその、ただその、なんか、僕はノベンバーズバンド好きなんだけど、なんかただみんな急いでいるっていうこと、まあ、ざっくり言ったらみんな急いでるっていう曲名で、本当にみんな急いでいるっていうのを描写してるよねっていう歌詞なんやけど、そういうのが結構好きやったりして、でそれはじゃあなんかそのメッセージ性を持たせてるよねっていうふうにも捉えられるし、はいはい、今日昼言ったことに近いかもしれないけど、やっぱある程度こっちにこう考えさせられる余白がある方が俺は好きやし、そうあるべきやなってやっぱりどうしても思ってしまっているから、なんかそこはちゃんと、そこはテーマかなと思うけど、インランドがなんとなく僕たちが大人になるんだとか、もうただ見てる風景言ってるだけ。ああ、まあそう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 。またもうちょいあれだよ、メッセージするんやろ、うん、あれわかりやすい。なんかそのみんな急いでるっていう曲も、じゃあなんかこう確かにこう東京にいてるとみんな急いでるなとか、もっとこう立ち止まって見えるも悪くないみたいなとこまで言ってないけど、そういうとこまでこっちをに想像させてくれるというか、それやん、そうそう、それやん、なんかそういうのがやっぱ出したいなと思うな、歌詞タイトルからとか。ああ、そうそうそう、だからタイトルからが結構ありやなっていうのはなんとなく楽しみですね。これは2週間後が、なんかこの間書いたブログで楽しみにしがみついてっていうタイトルやってるけど、うん、これ結構ありやなと。もうこれ2週間後にしようかと思うな。なんで？いやいや、1週間で変わるかな。あ、2週間ぐらいちょうどいいかもしれない。いや、わからん、もうこれはわからんな。それこそガッてそのボーナスステージ入る瞬間もあるかもしれない。いや、それがあるよな、うん、何時間座ってても進まん時もある。今日もだってちょっと俺ちょっとかっこいいこと言っていい、うん、かっこいいことって言って出せやけど、それをこう言って言ってることかっこいいやけど、いらんいらんやな。朝起きた時に、朝起きたっていうか寝れんくて、4時ぐらいに起き、なんか外パッて見た時にめっちゃ日の出早かったよ。おお、もう夏夏至やからね。そう、いや北海道ですやんと思ったんやけど早っと思って、うん、4時やのにこんな明るいんやと思ってベランダ出てめっちゃ綺麗かったんや。これかけるぞと思って、お、気が良すぎて。で、帰ってたら、マジかけたね。すごいやん。めっちゃ進んだ。いいね。えぐいな。言われへん。疲労の頂点の時に。てかもう気づいちゃったのことバカにできひん。いや、そうやで。うん。満金でやってるあの人の方がかっこよく見えてきた。なんかちょっとスカシのより。あの人はすごいよ。満金やもん、マジで。いや、全力よ。いやー、楽しみですね。確かにその、でもこうやって喋ってるとやっぱりこう、なんか見えてくるもんがあるから、俺やっぱ人と会わなあかんねんなって最近思うわ、それも。まぁ、ちょっと違う話ですけど。いや、でもほんまにそうちゃうか。うん、なんか喋ってて自分で自分の考えをまとまっていくっていうのは結構あるんよな。それはめっちゃあるな、あるほんまに。てかマジで制作進捗っていうか、マック買ったんや。ちょっとこれだけマジで聞いて。うん、聞いてるよ。えぐいやろ、言うてるんだ。ほんでマジで俺これ3万のサーナス中古で同じスペックでなんかゴールド系のやつになったんですけど、俺は黒が良かったんですよ。マジでデザインに3万払うんかお前と思ったけど、マジでこっちにしてよかったっていうか、テンションが上がる。ああ、まあそうやね。綺麗なものはやっぱテンション上がる。自分がかっこいいと思う。
で、まあ例のごとくね、まさみ壁紙なわけですよ。うん。完璧な壁紙をちょっと、壁紙を作ったらちょっとね、これは見せたいですね。いや、どうよ。むっちゃよくね？え、てか、こう真ん中もまさみな。はい。キモ？え、マジでこの壁紙構成完璧じゃね？んでよ。で、俺はこうやってこう、あのスライドすると別の壁紙がこう出るように設定するんですよ。はい。これもよくね。ああ、いいんちゃう。まあこういう世界ですわ。自己満でどこまで楽しめるかっていう世界です。本当にまさみ好き、ほんまにまさみ好きなんやね。いや、ほんまにけど、なんかこういう、いや、めっちゃいいなこのデスクトップって思うと結構こうやって見てるね、始まる前、作業始める前こうやって見てる、うん、いいなって。始める、そうなんや、あんまりない感覚やな。でもパソコン開くのがまず楽しみになるから、その作業に入るときって一歩食うやから。めっちゃ好きなんやな。え、そう、ほんまにそれ羨ましいよ俺、逆に。ほんまにないわその感覚は。まあしかもなんか前のデスクトップを超えれると思ってなかったから。なるほどね。これも 2,3 年あのデスクトップとあの写真のまさみと向き合ってきて、それをこう超えてきたから、マジでえぐいな。これも壁紙ハイドさんにしようかな。じゃあテンション上がる。え、でもほんまにちょっとやってみて。でももうちょっと恥ずいよな。いや、やってみて。なんか自覚はあるもん、俺も。ならんの横が。いや、でもそこまで愛がちゃんとしてるんやったらいいと思う。全部まさみはいいと思うよ。気持ち悪いなって思うけど、1まさみはちょっとキモかったけど、3まさみはもう逆にすがすがしい。まさやな。うん、マジで。それはなんかいいと思う。突き抜けてて。ここまで来るとね。そう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 。あ、ほんまに好きなんやな、この人。ほんまにおかげでもう、パソコン開くのが楽しくし。それはいいことです。パソコン開くの億劫やなとか思ったことあんまないわ。あ、そう。ない。結構作業入るまで時間かかるよな。もう使命感でブリキです。だって僕が動かないともう動画が配信されないから。だから YouTube とかそうやん。あ、 YouTube はそうやな。編集作業とかは結構そういう感じじゃないけどさ、こういうなんていうの、別に誰に言われてるわけでもないけど、やろうみたいなやつは、それはそうかも。ちょっともう一回漫画読んでからやるかってなっちゃう。あ、まあそれはそう。あ、そんな感じで。いや、もうほんまに2人になりたいわ今。こういう時マジ2人、なんか脳みそが全然違う脳みそになるからな。ああ、俺は編集と、なんかけど2個同時にやることでこうギア上がることあるけどね。俺は結構そうだから今3本同時に進めてるけど、なんか結構週で分けたいとか思っちゃうな俺は。なんかずっとやりたい、ずっとやりたい、なんかちょいつまみがうまいことできんのよ。4時間4時間ですもう8時間みたいな、1日みたいな。それはできないです。感じにしたいなと思っちゃうけど、まあまあ。ああ、そういうタイプか。俺はね、結構そうかもね。俺もそれで会社辞めてるけどな。その他の方やっちゃう。なんか別の鬱陶しい、あんまやりたくないなって思うことがあるから、好きな方がいつもより好きになるっていうのはある。ああ、そういうことね。そうそうそう。それで言ったら別にどっちもな、いや、嫌いじゃないからさ。ああ。だってなんかその右脳と左脳の使ってる脳みそが違うっていうか、なんかキャラが違うっていうか。変なの。なんか表現がうまいことできんけど。じゃあまあとりあえず1週間後やな。頑張るわ。1週間以内に、まあ5日後かもしらんけど、もう一回来るわ。また来るわ。まあちょっとスタジオ来てって言うかもしれない。絶対ないっす。1週間後はないかな。いやでもあると思うね、どっかで。かっこよ。いや、イカ歌うわと。うわ、ちょっと楽しみになってきたわ。いやでもそういうことやろ、制作。なあお前、何がええねん。いやいや、なんかそのフェーズでさ変わるやん。あ、まあな。俺だって来週来ても、ここはこういう思いで作ったんですけど、どうですかっていうだけやで。いや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 、それはなんか最終的に形になるからさ。ちょっと楽しみやわ、それは。俺行ったことないから、その時。
いやでも個人スタジオとか入ろうと思った。まあ別に5日後全然進んでなくてもやべっていうギアと、まあ、あと普通に壁打ちになる、なればいいだけなんで。いやでもほんまにちょっといいきっかけやな。もう俺はまあこうなるへんとかやっぱ。いやなんか幸せやなと思った。いや。え？いやでもさ、俺この2週間だいぶ人生楽しくなっていたぞ。おおま。うん、なんか楽しそうやな。自分から動かなあかんかったな。いやまああとそれもそうやし、なんかやっぱこう。まあやれやって言われるのはすごい幸せなんだよ。まあそうやろ。うん。よかったな、こういうのってな。まあまあ、そうじゃん。こいつは疲れてるわ。これは。そうやっぱ箱さんやったらおーんって言ってとかやったけど、俺は、まあ、えちゃんっていうのがおーんっていうことですね。あ、箱さんやったら多分今、おーんとおーんや。俺もおーんって言うとか。なんでお前箱さんに対しては対箱さんこっち箱さんやったらってこと。あ、そういうことか。うん、あいつな、ほんまな。言ってくるから。あいつ出てきすぎちゃう？いや、もういい、いいや。友達やし。一人ぐらいおってほしいな。え？誰やねん、ハコさんっていう人が。ああ。何のタイマーこれ？え、これ？なんか56分になったら何年？え、毎時間？いや、なんか12時だったら何年けど。揺れてんの？頑張ろう。はい。頑張りまーす。